し。パワーもついたところで。パワーもついたところで。後半もお願いします。どうしよう。後半もよろしくお願いします。全然多分手めっちゃ飛んでる。ラストや。ティーグラウンドが広すぎて目標物を。ここにね。お願いします。大丈夫そう。大丈夫そうだね。はい、パー5なんで問題ないです。そうなんだ、はい、後半は技術的な面についていろいろ悩みがあるので、はい、もう私の悩みも含め答えてもらっていきたいと思います。はい、はい。まあ、さっきなんかお昼ご飯でも喋ってたんだけど、まあよくこうなんだろう、体が起き上がっちゃう、はい。まあ、ドライバー私は特にそうなんだけど、なんかこう目先を見たすぎて、なんだろう、すぐこう入ってなっちゃうことがあるんですけど、体の起き上がりはどうやってこう、はい、なんだろう、起き上がらないようにしてたりとかする？でも一番は、うん、やっぱ体幹が多分大事になってくると思うんで、うんうん、体幹トレーニングしたりとか、うん、まあ、腹筋でもいいですし、うん、そういうのやってるだけでも多分ブレはだいぶ減ってくると思うんですよ、その起き上がったりとかで。うん、私もやっぱり起き上がっちゃうことはよくあるから、なんだろう、そういう時はやっぱり結構ベタ足の方なので、うんうんうん、右足が浮いてないか確認したりとか、あとなんだろう、多分頭を結構残すその位置のまま、うんうん、振る意識なだけでも、そうだよね、結構インパクトがちゃんとここに返ってくると思うので、そういうことを意識してやってます。多分すぐなんか、なっちゃうからね。頭を同じ位置にずっとやってる、まあ、あと、まあ、少しでもいいから、そうだね、家でやれる腹筋とかね、はいはいはい、あとなんか、なんていうんですか、フロントブリッジってわかりますか？あ、これ手をつけて、そう。あー、一番嫌い。でもあれを30秒とか1日1回でも2回でもいいんで、そういうの多分やっていけばだいぶ変わると思います。あー、やります。今日からやろう。結構きついけど私も苦手。あれきついよね、うん。5番ウッド、はい、ウッドはなんかこう滑らすイメージとかある？フェアウェイ。いや、滑らすというかどっちかっていうとターフを取るイメージですかね。お、あのボールの、うん、ボールがあるじゃないですか。ボールがある。でこれがボールだとして、そんな細かくは考えてないですけど、ボールがあって あっちが方向で、うん、こっちのターフを取るイメージですかね。ボールがあってあっちがここで、こっちの前ね。はい、前です。おー、じゃあなんかこう別になんか潰すとかじゃないんですけど、うんうんうん、でも前のターフを取るイメージの方がいいと思います。いや、滑らすとかあんまないんだね。滑らすはないですね。おー、それ結構なんかこう、うん、調子悪くなったらそういうのを意識したりしますけど、あとはそんなとこには考えてない。ない。はい、普通にもう打ってます。考えずにもできるからね。まあでもそんだけ練習したってことだよね。そうですね。どれぐらい静香ちゃんはなんか日常、うん、例えば朝起きます、はい、何時起床から始まって、普段その試合とかじゃない普通の時は、うんうん、毎日5時に起きて、うん、5時に起きんの？うん、5時に起きて、うん、それで6時なんか曜日で火木土は朝
6時半ぐらいから8時過ぎまで、学校始まる前まで、まあ、学校で走ったりトラックとかあるので、うん、トレーニングしたりとかして、うん、で月曜はまあオフに してるんで、水金はあの練習場で6時半から大体200球ぐらい打ってから学校に行って、でまた帰ってきてって感じで打ってって感じですね。いやーなんか努力があるねやっぱりね、まあ、その生活を、その曜日決めてトレーニングとかやったりしてるのは高校入ってからなんですけど、あ、また目標ばっか見ちゃう、これもう癖づけるしかないね、とってさ、中途半端な距離のアプローチって感じ？いや、そんなことない。結構しっかり振れる？しっかりっていうか、その自分の中で振り幅があるので、うん、それで振る感じですね。私的にだよ、マンブリマンブリっていうか、まあ、フルショットできない時以外は難しいなって思うアプローチが、なんか30とか40とか、そういう時に30、40どういう風にやってんのかなみたいな、でも一番そういうのは、やっぱ練習して、その自分の中で、その練習場とかで30とか看板50とかあるじゃないですか、あるある、そういうのでも感覚、自分で何回も何回もやってみた、はい、そんな感じですね。なんか戻ってきちゃったんですか？そうだね、戻ってきちゃいましたね。スピンがやっぱかかっちゃうんだね。何事も頭を残そう、頭を残す。よく出ちゃうよね。あ、ごめん。いや、全然大丈夫です。このボールの目の前にスパイクの跡がある。本当だ。結構スパイクの跡いっぱいあるね。やっぱ柔らかいんだろうね。ですね。すぐついちゃう。ポコポコしてるから。こっちに向かってこういう感じの、そうですそうです、うん、でバンカーの左足ぐらいですかね、あの正面の、ああれね、はい、じゃああれにターゲットを向けてこういう感じね。ゆずかちゃんさ、はい、パッティングの時にさ、指さ、なんかこうやってやってるじゃん、はい、あれはさ、なんか意味があるの？エイムポイントっていうやつで、AM？ エイム、エイム、そう、英語を狙うエイム、AIM、エイムポイントってやつで、アダム・スコット、有名な人だとアダム・スコットとかリディア・コーとかがやってるやつなんですけど、まあ、パターの傾斜を見る、
まあ、自分の足の裏で傾斜を感じて、それでそれに対して、まあ、指、ちょっと細かくは言えないんですけど、うんうん、指を出してそれでライン打つとこを決めるみたいなやつなんですけど、なんかそれを やることによってさ、はい、すごく変わったこととかあるの、自分の中で。でもなんか今まではここら辺かなと思って打ってたのが、うん、それで狙いが分かることによってなんかしっかりここに打つっていう目標ができたっていうか。じゃあもう迷わずここって決めれる、まあ、ちょっと迷ったりもしますけどまあでもそれを信じて打つって感じですかね。ふわっとじゃなくなったんだね。そうですね。今年の1月に習いに行って、うんうん、すぐあとオーストラリアマがあって、それで最初2日間でそのベスト32からマッチプレーなんですけど、うん、もうさ決勝ラウンドなんか着いたらもうほぼ入るみたいな感じで、36なんですけど決勝は、うん、30ホールぐらいで終わったんで31か。じゃあすごい良かったんだ。多分 10個ぐらいはバーディー取ってますね。もっと取ったか、12個かの。イーグル2個取って同じホールで、うん、そんな感じでした。ぜひ見てください。調べてみてください。ここ抜いたらいいことないもん。ここの方がなんか。このさ前から撮った時のこのここなんかすっごいなんかちょっとスローモーションでしてみてほしい。すごいんだよね。いや全然すごくない。なんかクワッみたいな、なんかさ普通なんかまたワーンって上がるのにさ、よしこれ嫌いだからターゲットを決めよう。左ピン嫌いだからね。ターゲットがこれでしょ。あー短そう。いや短そうない。あれでかい。ちょっとトップ目になんか入っちゃった。トップ目だね。120はあるよ、ね、120ないんじゃないですか。私なんか後ろの木測ったかな。100ヤードぐらいもしかして、うん、94しかないですよやっぱり。うん93。やっちゃったなんでだろう。最近ねめっちゃ後ろの木測っちゃうんだよね。何種類ぐらいあるの。いろいろその時によって、うん、58と54使い分けたりとか、うん、さっき8番も使ってたもんね。はい、転がしで P98 いろいろ使いますね。へえ。これ P 持ってくればよかった。ちょっと失敗。やっちゃったよ。うん、ナイスイン。ありがとうございます。ナイスイン。ナイスパー。
完璧？今結構、お、船とすごい。わ、お、びっくりした。オトムシでもあんのかな。結構跳ねましたよね。これはこっちの方がいいと思います。こっち。こっちから、こう。これさ、どうやったらそうやって決めれるの？こっちからこうとかこっちからこうとか。どっちヒッターですか？ま、ストレートですか？でも多分見てる感じはそんなにストレートっぽいから、うん、多分ちょっと、まあ、立ちにくさっきの10番みたいに立ちにくいと別ですけど、普通に例えばこういうところ立ってで、なんて言うんだろう、木の方を狙っていったりとか、うんうん、そういう狙い方がいいと思います。はい、こっからね、こっちから狙うとバンカーだもんね。そうそう、左のバンカーとか行きやすいし。そうね、あと左すぐ入っちゃうじゃないですか。まあ右の方が広いから。そう、こっちから右の方が狙いやすい。はい、あの木のこっち側。そうですね、目標がここだね。目標はここで。ちょっと斜めて、斜めだね。これがすごいよ、こはすごい。あ、止まった。これがこういう風にできてない、森ループが足りてない。そういうので、なんかいつもアメリカで父さんに森って言われてた。それを意識するために森っていつも言われて、スプリント協会に言われてやってました。このバンカーコースですね。そうだよね、入ったらしょうがないよ。バンカーの手前で刻むか。でも嫌なんですよね、アプローチが。バンカーの方が良かったら、まあ、自分の好きな方を選ぶのがいいと思います。うん、はぁ。よし。あ、ほんと。全然なんか想像と違う。お、おお、ナイス。おお、全然想像と違う。上に行こうなんて思ってない。だからこう左からこうやって回んないかなと思って言った。上げてます。アイアンとさ、ウッドの打ち方変えてる？打ち方はあんまり変えてる意識はないです。ちょっと、あ、でもアイアンの方がライン出しはします。ライン出し、はい、例えばどういう、なんかフルでは振らないです、いつも。こんな感じかな。あ、やばい、ダフった。今こういう、すっごいダフっちゃったな。なんだ、振り、はい、引っかかったらここにグワッて、うんうんうん、悔しい悔しい。ゴルフは難しいですね、だって。鈴鹿ちゃんでもそう感じるんだって。でもさ、なんかいい時あるじゃん、すっごい、うん、もうなんか簡単とか思う時あるくない？それ、そうですね、なんかもう分かったかもみたいな。いや、なんか調子いい時は、うん、ずっとアイアンとか、なんかまあ、5番やとかになってくるとちょっとやっぱ精度は落ちますけど、うんうん、8とか9とから辺まではもうビタビタ、調子の時はもう全部ピン刺してくる感じなんで、うん、そういう時はやっぱ楽しいですよね。それがあるからね、うん、やめれないよね。そこはプロもアマも一緒ですね、はい、まあそういうのもある。そういうのあるからやっぱり悪いと、なんでこんなミスすんだろうって思う時もあるよ。うん、あれ、練習しました。いや、強い。あれ、止まった。これ、この距離でもグリーンの速さによって打ち方というか、うん、開きますね。もっと速かったら止まらないんで。でもこのグリーンで多分開いたら止まっちゃうと思うんで、うん、普通にそのあとのちょっと左側に落としてって感じ。あとはツーみたいな、はい、あともう打ち方的には変えないですね。開いたり閉じたりの、開くか閉じるかどっちかなんで、か普通か。ただここで緩めたりとか、そういうのは全然全くしないです。
じゃあもうしっかり振ってもう開くか、はい、閉じるか。そうですね。そんな感じです。うまいよ。もっと言ったら結構切れます、ね、下につけた方が。ナイス、ありがとうございます。弱いか、さすがに出てない。難しいですよね、その場合。ナイスパー。なんとかパーで。セカンドがちょっとひどかったけど。セカンド？セカンドショットがあれか、ダフった。そうだね。